旦那は弟がいる。私は兄がいる。義弟は既婚者でこなし。私の兄は、若い頃に大恋愛して、お嫁さんに病気があるのが分かっていたけど結婚して、死別した。それ以来、結婚したいと思わないみたいで、両親と暮らしている。私の実家は父が次男だし、後取りなんて関係ないので、兄の自由にしたらいいと、両親で将来老人ホームに入れるように貯金してるそうだ。兄も公務員なので、そこそこ給与もいいようだし、実家もあるから。妹夫婦の世話にならないように貯金はしてるから、心配すんな。と言っていて、それで解決だと思っていたら、義弟嫁が文句を言ってきた。私さんのお兄さんが独身だったら、甥っ子の負担になるじゃないですか。早く結婚して、子供作るように言うべきですよ。と法事でねちねち絡んできた。兄は、亡くなった奥さんを忘れられないんです。うちの子の世話になろうなんて思ってないから、大丈夫ですよ。と言っても、しつこく同じことを言うので、私は半分切れて。万が一、うちの子が世話をすることがあっても、義弟嫁さんには、何のご迷惑もかけませんよね。私の実家のことは、義弟嫁さんには関係ないでしょう。と言ったら、なんと。え。だって、うちは子供いないから、将来お宅の子供に世話をしてもらうつもりなの。私さんのお兄さんが独身で子供なしだと、余計な人が増えて、こっちに回るものが少なくなって困るんだけど。と言った。あまりのことに、返事ができなかったら、法事の食事の席だったので、みんなに聞かれた。義弟が謝りながら、義弟嫁を引きずって帰って行ったけど、義弟嫁は、何が悪かったかわからないみたいで、次の日に、私さんがもう二人ぐらい、男の子産んでくれれば、面倒を見る人数が増えても大丈夫だよね。頑張って産んでね。だと。その後、着信拒否して、義弟に抗議の電話した。ちなみに、私、40歳、旦那、42歳で、一人息子は高校生です。子供なんか産めるか。義弟嫁は、42歳で、義弟は37歳です。長く不妊治療して、体外受精も何度もしたらしいけど、恵まれなかったそうです。義弟嫁の兄夫婦にも、子供がいないそうですわ。だから、義弟嫁は、血縁の甥はいないので、うちの子をターゲットにしている模様。一人しかいない孫のせいか、義両親は、うちの子を可愛がっているので。義弟嫁に対して激怒で、義弟もものすごく怒られた模様。義弟夫婦は、不妊治療に大金をつぎ込んできて、不妊治療のために、義弟嫁も専業主婦できたので、貯金らしい貯金はないと、義弟が嘆いているそうですわ。義弟嫁が42を過ぎた時に、義弟が、もう不妊治療はやめようと言ったら、義弟嫁は、だったら、自分たちの老後は、誰に見てもらうんだ。と怒り狂ったとか。子供は、自分の老後の手段なんだなと、びっくりですわ。自分の実子でも、一人息子だからって、お嫁さんに敬遠されないように。自分たちのことは、自分たちで何とかしようと思っている私たちには、理解できない。